阪環状線の芦原橋の駅にやってまいりました。で、ここからまたですね、レンタチャリですね、借りまして、ちょっと、ね、散策しようと思います。大阪市は大正区にあるですね、三軒家公園にやってまいりました。そもそもですね、三軒家は江戸時代のね、以前からですね、港としてですね、まあ、機能を持ってまして、明治16年、まあ、維新後ですよね、今度ね、新一万円札になるですね、渋沢栄一さんらがですね、投資して、ここにですね、今のね、東洋坊さんありますけども、の元になる大阪紡績会社というのをですね、作るわけですね。で、ここはもともとそういう港湾機能を持ってたので、原料のね、搬入とか、まあ、製品ですね、出来上がったのをこう、搬出して、いくというね、非常に利便性が高いので、選ばれたそうですね。で、次第にここを中心にですね、たくさんのこう繊維工場がですね、建っていくわけですね。で、まあ、明治のですね、19年頃になるとですね、この、発電機をですね、導入してですね、まあ、照明を焚いて夜間作業もね、するということでございます。そうするとですね、大阪は東洋のマンチェスターと呼ばれるようになったということでございますね。まあ、ちなみにマンチェスターはね、イギリスの街で、まあ、リバプールと並んで、産業革命以降ですね、工業都市のシンボルだったところですね。大正区の、なんだ、伊豆東公園ですね、でございます。はい。で、こちら児童公園になっておりますけども、工業地帯の発祥の地、大正区でございましてね、今割と住宅とか結構多いわけなんですけども、ここは有名なね、栗本鉄工さん、栗本さんですね、現ね、栗本さんの発祥の地ということですね。はい。大正区千島に、栗本鉄工は近代水道ですか。そう、これはね、配管のメーカーさんなんですよね。配管、管ですね。栗本さんね、この地から始まったわけですね。今日またね、このドコモのバイクシェアですね、はい、これを借りております。左方向です。左。はい、こちらですね、大正区の高和の湯さんです。一応ね、天然温泉というのが素晴らしいですね。今からちょっとね、このお湯に、入ってみたいと思いますね。